月面上の重力異常月面上の重力加速度。左側が月の表、右側が月の裏である。ルナーグラビティモデル2011月の重力場は、軌道上の探査機から放出される電波を追跡することで決定される。使われている原理は、ドップラー効果であり、視線方向の探査機の加速度は、電波の周波数の小さな変化と、探査機から、 地上局の間の距離を用いて測定される。月の重力場は探査機の軌道に影響を与えるため、追跡データを用いて重力以上を検出することができる。しかし、月の調積固定のため、月の円を超えた探査機は追跡できず、月の裏の重力場についてはあまり情報が得られていない。月面の重力加速度は秒速1.6249メートルにであり、 地球上の約16.7%である。月面全体では秒速0.0253メートル以下の変動がある。重さは重力加速度に比例するため、月面上の物体は地球上の重さの16.7%になる。月の重力場の主要な特徴は、巨大な衝突盆地に関連する性の重力以上である、重力集中が存在することである。 この重力以上は探査機の軌道に大きな影響を与えるためミッションの計画には正確な重力モデルが不可欠である。重力集中はアポロ計画に先立って行われた即位試験のエラーが大きかったことからルナオービター計画の追跡データにより発見された。重力集中の原因の一つは衝突盆地を密度の高い原部岩質の溶岩が満たしていることで ある。しかし、溶岩だけでは、すべての重力以上を説明することはできず、地殻マントル境界の上昇も必要となる。ルナプロスペクターの重力モデルでは、いくつかの重力集中の地点では、玄武岩質の火山活動とは、関係がないことが示された。また、広大な玄武岩質の嵐の対応では、正の重力以上は見られない。ありがとうございます。